前節は開始38秒、電光石火の先制ゴールで神戸を下し、7試合ぶりの勝ち点3を得た京都サンガ FC、リーグ戦連勝を目指します。アウェーの鹿島アントラーズも天皇杯ベスト4進出を決めています。今日は勝ち点3を是が非でも持って帰りたいゲームということになります。2022明治安田生命 J1 リーグ第29節、京都サンガ FC 対鹿島アントラーズの一戦です。相手フォーバックだと思うんですけども、フォーバックに対して前線の松田天馬、山崎、豊川、それからインサイドハーフの武田、武富なんかも前線からプレッシャーをかけてハイラインを引いて、中盤もコンパクトにっていうところはまず入ってくると思いますし、取って早くゴール前までっていうところは今日も見せてくると思います ね。こちら 4-3-3 と予想しました。鹿島に関してもハイプレス行って、引っ掛けてショートカウンターっていうところも狙いたいと思いますから、できるだけ相手陣内でプレーをしたいというところは、鹿島の方もあると思います ね。エレキのパスプレー、佐藤、今日松田天馬が行く、鹿島が球際激しくボールを奪う。さあ右サイドからエレキシュートだー。この試合ファーストシュートはエレキ。最初このゴムゴムのボールを、鹿島アントラーズがマイボールにしたんですけども、サイドのスペースありましたし、あとはこう両センターバックのギャップのところを、エレケがこう、浅田の背中を取るうまさもありましたよね、ヘッドだ上福本。完全にオーダーフリーでしたね、ニアで、高い選手がこう相手を釣って完全にこうデザインされた素晴らしいコーナーキックでしたね、ミサオから浅田が跳ね返す、再びミサオが回収、ここは右足ミドルシュート、荒木だ、ここは上福本です。ここも見てもらったら分かると思うんですけど、やっぱボクサー場にやっぱ人数がかなりこう集結しているような感じですよね、トヨカーがスペースに走り込む。今日はフルス対戦となるトヨカは竹富、そして川崎、山崎がいる、フリーシュートだ、ランニングで相手を押し込んだんですよね、そこから少し、斜めのパスを、川崎ですよね、しっかりと山崎差し込むんですけども、相手をしっかりと関節視野で見ながら、相手の力を使ってうまくターンできましたよね。関川の対応、武田、豊川、こぼれ球山崎から竹富だ、キーパーの置き上げました。いや、お記憶出ましたね、ここは素晴らしい判断見せました。豊川から山崎から白井、クロスが入る、豊川のヘッド、もう少し厚かたればというところだったんでしょうか。そうですね、ここも中央でしっかりと人数をかけて、サイドのスペースに対して、白井が上がってきましたね。そして勝った入った樋口、左の安西を使う、エベラウド、割と浮かした、ディエゴ・ピッツカザー、うまく生かしきりましたよね、安西、カットインからアイベラウド、ポストプレー、そこからシュートモーションがあったんですけども、安西、相手のこうギャップをついたピッツカのことをよく見てましたよね、胸トラップから、シュートというところで、非常に最後は落ち着いてましたね。
ここで試合終了の長い笛です。両チームの選手たちもがっくりと両手に膝をついて倒れ込む選手もいます。京都サンガ FC と鹿島アントラーズの一戦、1対1ドローに終わっています。